中国怪奇小説集六域五代第六の男は語る。私の役目は五代ということになっています。昔から五代乱離と言いまして、何しろわずか54年の間に梁、唐、秦、漢、周と国が五度も変わったような混乱時代でありますので、文芸方面はすこぶる振るわなかったようです。しかしまた一方には、五代乱議といえども皆国史ありと言われていまして、皆それぞれの国史を残しているくらいですから、文章全く地に落ちたというのではありません。したがって国史以外にも相当の著述があります。さてその中で、今夜のご注文に応じるには何がよろしかろうと思案しました末に、まずこの六域を選ぶことにしました。作者は蜀の唐皇帝であります。唐皇帝は法師で学者で、唐の末から五代に流れ込み、蜀王の将に信任された人物です。申すまでもなく、この時代の蜀は正統ではありません。乱世に乗じて自立したものですから、三国時代の蜀と区別するために、歴史家は義蜀などと呼んでいます。その義蜀に仕えていたので、唐皇帝の評判はあまり良くないようですが、単に作物として見るときは、この六域などは五代中でも屈指の作として知られています。彼はこの他にも、新撰勧誘伝、周撰録などの著作があります。これから紹介いたしますのは、六域八巻の一部とご承知ください。伊田。権利門に蛇がいる。長さは三尺で、その大きいのは亀のごとく、小さいのも柱のごとく。頭はうさぎ、体は蛇で、うなじの舌が白い。彼が人を害さんとするときは、山の上からくるくると回転しながら落ちてきて、往来の人を噛むのである。そうして人の脇の舌を食い破って、その穴から生き血を吸う。この蛇の名を半蛇といい、常に穴の中に潜んで、その鼻をかすかに表している。鳴く声は牛の吠えるようで、数里の陶器に聞こえ、大地もために振動する。住民が陶器に田を焼くとき、あるいは誤って彼を焼き殺すことがあるが、他の蛇に比して油が多いのみである。建府年中のことである。新鮮駅に大きい蛇が出た。黒色で身の丈は34丈。それに従う小蛇の太さは、たるきのごとく、柱のごとく、あるいは十国入り、または五国入りの亀のごときもの、およそ幾百匹、東から西に向かって隊を組んでゆく。朝の辰時、午前7時から9時に、初めてその前列を見て、夕の鳥時、午後5時から7時に至る頃、その全体がようやく行き尽くしたのであって、その長さ実に幾里であるかはわからない。その隊列が終わらんとするところに、一人の稚児が赤い旗を持ち、蛇の尾の上に立って踊りつ舞いつ行き過ぎた。この年、三男の節度氏の楊守良が敗滅した。海景山の下に、ケイカンダというのが住んでいる。頭には、おんどりのようなトサカがあって、長さ一尺余り、胴回り五六寸。これに打たれた者は必ず死ぬのである。爆心打というのがある。灰色で、長さ一二尺。人の道行く声を聞けば、林の中から飛び出してきて、あたかも枯れ枝が横に飛ぶように人を撃つ。撃たれた者は皆助からない。
黄金玉は長さ1-2尺、黄金のような色で石のひだのうちに潜んでいる。雨が降る前には牛のように吠える。これも人を撃って殺すもので、指名山に住んでいる。遺在。唐の大将李徳有の邸へ一人の老人が訪ねてきた。老人は5、6人に大木を書かせていて、ご主人にお目通りを願うという。門番も拒みかねて主人に取り次ぐと、李公も不思議に思って彼に面会を許した。私の家では三代前からこの桑の木を家宝として伝えております、と老人は言った。しかし私ももう年寄りになりました。受けたまわればあなたはいろいろ珍しいものをお集めになっているそうでございますから、これを献上したいと存じて持参いたしました。この木のうちには珍しい宝がございまして、上手な職人に切らせれば必ずその宝が見出されます。楽湯にその職人がおりますが、その年頃を測るとよほどの老人になっておりまして、あるいはもうこの世にいないかもしれません。それでも子孫のうちにはその道を伝えられているものがあろうと思います。いずれにしても楽に住む職人でなければこれを切ることはできません。李公は受け取ってその老人を返した。それから洛中を訪ねさせると、かの職人は果たして死んだ後であった。その子が召されてきてしばらくその木材を睨んでいたが、やがてよろしゅうございますと引き受けた。これは静かに切らなければなりません。その言う通りに切り開いて2面の琵琶の胴を作らせたが、その表には自然に白い鳩が現れていて、羽から足の爪に至るまで古才ことごとく備わっているのも不思議であった。ただ職人が少しの手の過ちで厚さ幾分のムラができたために、1羽の鳩はその翼を描いたので、李公はその完全なものを宮中に献じ、他の一面を自分の手元に留めておいた。それは今も伝わって民間にある。離肉。甲州の北境の太陽府に古という家があった。家は元貧しかったが、五人の子のうちで、抜歯は姿も心も優れていて、この子が生まれてからは、その家がだんだんに都合が良くなって、百姓仕事も繁盛に向かい、家計もいよいよ豊かになったので、近所の者も不思議がっていた。ある時、その家では抜歯に言いつけて、船にたくさんの麦を積み込み、流れに遡って州の位置へ送らせると、その途中の川岸に険しいところがあって、引き船は容易に通じない。よんどころなく川を突っ切って進んでいくと、やがて岸に着いた時に船の勢いを止めるにも止められず、あわやという間に突き当たって巣は砕け、岸は崩れた。その崩れた穴から数百万の銭が発見されたので、麦などはもうどうでもいい。麦は皆投げ捨てて、その銭を積んで帰った。それによって、その家はますます富み、奉公人や馬などを持って、衣服も着飾るようになった。この子には福がある。長く村落に知しているよりも、城中の町に往復させて、世間のことを見習わせるがよかろう。そこでその抜歯が出ていくと、途中で乗っている馬が進まなくなった。
馬は地面を踏んだままで動かないのである。彼はしもべを見返って言った。いつかは船の行き着いたところで銭を得たから、今度も馬の踏みとどまったところに何か掘り出し物があるかもしれない。地を掘ると、果たして金500両を得たので、自分の家へ持って帰った。その後に彼は城中の町へ行くと、個人の商人に会った。商人はその頭に玉のあることを知って、人をもって彼を誘い出させた。そうして互いに打ち解けた隙を見て、彼は酒を勧め、その酔っている間に玉を奪い去った。その馬氏の額には、生まれた時から一つのマリを割ったような肉が突起していたのであるが、玉を失うとともにその肉は落ちてしまった。家へ帰るとその変わった顔を見て、家族や友達も皆驚いた。その以来、彼は精神朦朧の体で、やがて患いついて死んだ。その家系もまた次第に衰えた。これと同様の話がある。先週の摂氏、長江もまた額の上に一塊の肉が突起しているので、玉があるのではないかと疑われていた。やがて、淮南軍のために軍権を攻略され、長も蘭平のために殺された。その時、ある兵卒が長の首を探し求めて、その額を裂いてみると、果たして玉を得た。兵卒はその玉を持ち去って、個人の商人に売ろうとすると、商人は言った。この玉はもう死んでいるから役に立たない。そこで、塑像を作る人に安く売って、仏像の額の玉に用いるの他はなかった。異性。永平初年のことである。姓は王、名は慶心という僧があった。彼は福観寺に住んでいたが、ある朝、我が寺を出て、至福院という寺を訪ねると、その門前に一人の大男が突っ立っていた。男は体の大きいばかりでなく、その全身の色が藍のようであったが、慶心を見て突然に追い迫ってきたので、僧は恐れて逃げ回った。筑作郷まで逃げてきて、そこらの民家に駆け込むと、男も続いて追い込んで、僧を捕らえて、無理無体に引きずっていこうとして、どうしても離さなかった。僧は悲鳴を上げて救いを祈ると、その男は聞いた。お前の姓は何というのだ？王と言います。王か。名は同じだが、姓が違っている。言い捨てて、男は立ち去った。しかも僧は震えが止まらないので、しばらくその民家に休ませてもらって、ようよう気が収まった後に我が寺へ帰ると、彼と同名異性の僧がその晩に死んだ。一揆。唐の玄宗帝の時に、ある法師が一頭の小さい亀を献上した。亀は差し渡し一寸くらいで、金色の可愛らしいものであった。この亀は神のごとくで、物なども食いません。これを枕の箱の中に入れておけば、上髪の毒を避けることができます、と法師は言った。それから間もなく、帝の恩恵を被っている患者が、何か親族の罪に連座して、遠い南の国へ流しやられることになった。帝は不憫に思ったが、法を曲げて彼を許すことを好まないので、密かにその亀を彼に与えた。南方の僻地には大蛇が多い。
常にこの亀をそばに置いて害を防げ。患者はありがたく頂戴して出た。そうして南へ下る途中、象群のある村に着いた。町も旅館もひっそりしていて、宿には他の泊まり客もなく、自分の食膳も馬のまぐさも部屋の灯火も皆不自由なしに整えられた。その夜は昼のような明月であったが、しかも雨風の声が遠く聞こえた。その声がだんだんに近づいてくるので、患者はここぞと思ってかの亀を取り出して会場に置くと、ややしばらくして亀は首を伸ばして一同の気を吐いた。その気は冠の紐くらいの太さで、まっすぐに三四畳ほども上がって徐々に消え失せた。その後は亀も常のごとくに遊んでいて、先に聞こえた風雨の声も止んだ。夜が明けると駅の役人らもおいおいに出てきて、庭前に拝礼した。昨日あなたがおいでになるのを知って、うちそろってお迎えに出る途中、誤って一匹の蛇を殺しました。それは宝円だで、今夜きっとそのたたりを受けるに相違ないので、あたりの者は皆、30里、50里の遠方へ立ち退いて、その毒気を避けましたが、私どもは遠方まで立ち去らず、近所の山の洞窟に隠れて夜の明けるのを待っておりました。ただいまこれへ来てみれば、あなたはつつがなく一夜をお過ごしになされたご様子。これは神の助けと申すもので、人間の力では及ばないことでございます。そのうちに往来の人もだんだんに来た。その話によると、これから先の道にあって数十頭の上場みが、喪心崩れただれて死んでいたという。その以来、ここらに宝円田の跡を絶ったが、その司祭は誰にもわからなかった。一年の後、患者は許されて長安の都に帰った。彼は金の亀を返上して泣いて感謝した。このおかげによりまして、私一人の命ばかりでなく、南方全体の人間が長く毒類の災いを逃れることになりましたのは、一に聖徳、二に神器の力でございます。移動。建府年中のこと、天台の僧が泰山の東、臨海県の境に一つの洞穴を発見したので、同志の僧と二人連れて、その奥を探りに入った。はじめの20里ほどは道が低く狭く、ぬかるみのようなところが多かったが、それから先は次第に広くなだらかな道になって、さらに山路に差し掛かった。山は10里ほどで、それを越えると町へ出た。町の姿も住む人々も世間普段と変わるところはなかった。この僧は気を吸うことを習っていたので、別に飢えも渇きも感じなかったが、連れの僧はひどく飢えてきた。そこである食い物店へ行って食を請うと、そこにいる人が言った。気活を忍んでいけば司祭なく帰られるが、ここの土地のものをむやみに食うと帰られなくなるかもしれませんぞ。それでもあまりに飢えているので、その僧は無理に頼んで何か食わせてもらった。それからまた連れ立っていくこと数十里、道がだんだんに狭くなって、やがて一つの小さい洞窟を見つけたので、それをくぐって出ようとすると、先に物を食った僧は立ちながら石に化してしまった。一人の僧は無事に山を出て、ここはどこだと人に聞くと、防兵の海辺であると言われた。遺跡。
行の時に五つの星が天から落ちた。その一つは土のせいで極上三下に落ち、かして卑怯の老人となって兵所を長領に授けた。この書を読めば帝王の子となることができる。後日に私を探し求めるならば、極上三下の黄色い石がそれである。いわゆる鉱石鉱である。長領は漢を助けてこうなるの後、極上三下に赴いて果たして宝石を発見した。彼は昇山に隠れていた思考に従い、道を学んで世を終わったので、その家では遺憾と功績を合わせて弔った。占う者は常にその墓の上に、黄色い木が数畳の高さに登っているのを見た。漢の末に赤尾の賊が起こった時に、賊兵は長領の墓を暴いたが、その死骸は発見されなかった。黄色い石も行方が知れなかった。墓の上に上がる光輝もおのずから消え失せた。異魚。高異魚はフグの一種で湖畔がある。我がトラフグの類であって、生煮えを食えば必ず死ぬと伝えられている。徐州に呉という男があった。家は豊かで、その妻の実家も富んでいて、夫婦の仲もむつまじく、何の欠けたところもなかった。ところがある日のこと、呉が酔ってきて、床の上にぶっ倒れてしまった。妻が立ち寄って、その着物を着替えさせ、靴を脱がせようとして、その足を上げさせるとき、酔っている夫は足をブラブラさせて、思わず妻の胸を蹴ると、彼女はそのまま倒れて死んだ。夫は酔っていて何にも知らないのであった。しかし妻の里方では承知しない。呉が妻を撃ち殺したと言って告訴に及んだが、この訴訟事件は時を経ても解決せず、衆軍の役人らにも処決することができないので、ついに条文に達することになって、呉を牢獄につないで朝廷の沙汰を待っていた。呉の親族らはそれを聞いて恐れた。条文に達する上は必ず公然の処刑を受けるに相違ない。そうなっては一族全体の恥辱であるというので、差し入れの食べ物のうちに、かの高異魚の生きナマスを入れて送った。呉がそれを食って獄中で自滅するように図ったのである。しかも呉はそれを食っても平気であった。親族らはしばしばこの手を用いたが、ついに彼を倒すことができなかったのみか、かえってますます元気を増したように見えた。そのうちに、あたかも大赦にあって、呉は許されて家に帰った。その後も子孫繁栄して、彼は80歳までも長命して、天寿を全うした。この魚は生煮えを食ってさえも死ぬというのに、生のままでしばしば食ってもついに害がなかったのは、やはり一種の天命というのであろうか。